前原正宏は、日本の元卓球選手、現指導者。東京都墨田区錦市町出身。団球位は7段。現役時代は、明治大学を卒業後共和は発行基事に所属し、全日本選手権男子シングルス優勝や、日本代表として活躍。現役引退後は、ソウル、アトランタ、シドニーの3度のオリンピックで、日本代表監督を務めた後、現在は、 国際卓球連盟副会長。日本卓球協会副会長。日本オリンピック委員会評議員。1953年東京と墨田区生まれ。父小作と母、三つのもとに生まれる。四つ違いの姉、二つ違いの兄がいる。金子小学校四年生時に姉の影響で卓球を始める。東京では飯が食えないが、父の口癖だったが、 両親の反対を押し切り練習に行くほどのめり込む。小学校6年の時に全日本選手権の男子シングルス決勝をテレビで見たことで、木村沖春と長谷川信彦の対戦をテレビ観戦して決勝の舞台を自分も経験することを夢に抱いたことが、前原の卓球人生の第一の転機だとされる。1966年中高一貫の明治大学。 付属明治高等学校中学校へ入学し、即卓球部へ、高校2年、3年と全国高校総体出場。2年時、1971年に中国が6年ぶりに出場し、ピンポン外交と言われた世界卓球選手権名古屋大会を徹夜で並んで、観戦。団体戦男子銀同女子金と日本選手が奮闘する姿に感動。 1972年明治大学入学直後の合宿で手首が腱鞘炎になり途中離脱。1969年世界王者の伊藤茂雄に手がダメなら頭と足があるだろ。と言われ、専門書を読みふけり走り込んだ結果、関東学生卓球連盟新人選で優勝。1976年、共和発行工業株式会社に入社。2年後に稽古と結婚。 年間250日は遠征等で家を空ける夫が連れてくる会社や大学の後輩に食事を作るなどして面倒を見た。一男一女に恵まれる。1981年全日本選手権男子シングルスで初優勝。86年から男子代表監督に卓球が初めてオリンピック種目となった1988年ソウル大会で指揮を取る。 1991年、小木村一郎の勧めで1年間、JOC 派遣在外研修院として、英国にある国際卓球連盟へ、採取も同行した。2005年つくば、大学大学院体育研究科スポーツ健康、システムマネジメント専攻を修了する。つくば大学大学院人間総合科学科、スポーツ健康システムマネジメント専攻募集要項2008年日本。 卓球協会専務理事就任。全日本選手権演出プロジェクトチームを発足させるなど、見せる全日本を意識した運営を実現させる。2013年国際卓球連盟執行副会長就任。現在2期目を務めている。明治中学時代の卓球の成績は東京都でベスト8であった。この年、 世界卓球選手権東京大会を翌年に控えた1981年7月28日から8月3日の5日間、外国人招待選手も参加する中、第1回線形別大会が開催された。高校在学時、明治中学卓球部を指導し、全国中学校に出場を果たす。現役引退後は、数々の世界大会の日本代表監督として選手指導にあたり、 オリンピックでは、ソウル大会、アトランタ大会、シドニー大会で代表監督と務めた。二度目の世界卓球選手権、代表監督就任時には、次のようなコメントをしている。全日本卓球選手権女子シングルスを7回、優勝した星野美香は、大学に進学して世界に挑戦していく過程で、前原コーチと出会う。遅咲きの大器と称された宮崎義人が、 ソウル五輪自動推薦枠に入り日本人、卓球選手として、初めてのオリンピックへの出場第一号を決めた時のコメント。現代スポーツ評論、卓球競技から見る監督、コーチの仕事において、指導者の役割について、次のように紹介している。現在、公益財団法人日本卓球協会専務理事。2013年5月15日に模様された、 国際卓球連盟総会において国際卓球連盟副会長に選出された。以下、教科本部長、専務理事役職時代の功績を日本卓球協会創立80周年記念し、日本卓球史から抜粋する。1997年発の外国人監督、ソーレン・アーレンを招聘した。2000年世界卓球選手権、クアラルンプール大会で、 男子チームが19年ぶりに3位入賞を果たし、銅メダルを獲得した。前原は、日本代表男子監督。2001年、小学生のナショナルチームを、創設に2002年2月有望な選手及びその、世代を指導する指導者、保護者がペアとなって参加し、初期設定を重視した指導プログラムで、レベルアップさせていくことを目的とした、ホープスカブ選手。 指導者の研修会平成15年からは、中学生を対象とした4ブロック研修合宿を開催し、現在に至る。2002年海外を拠点とした強化がスタート。2003年、マリオ・アミズイッチが全日本コーチに就任した。2003年全日本大会演出プロジェクトチームが発足。2010年度の全日本卓球選手権大会より、フロアへ仮設スタンドを設置するなど、 さらに選手、観客にとって魅力ある大会として注目を集めている。2005年世界卓球選手権大会のテレビ放映。2009年世界卓球選手権大会が横浜で開催。2011年3月11日に東日本大震災があり、多くの卓球愛好家も被災した。2011年日本卓球協会創立80周年記念誌の発刊。 2011年、王者の言霊 DVD 以上、日本卓球協会創立80周年記念誌より抜粋。ありがとうございます。